こんばんは、仙石堂でしょうでございます。さて、前回に引き続きですね、今回は、彦根城400築城410年祭の、特別展、映画関ヶ原特別展の西軍の陣について、お送りしたいなと思います。もうあるものどん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 写真で撮ってきたものは、お見せしていきたいなと思います。こちらの西軍の陣については、京橋夢あかり館というところで開催をされていました。ちょっと東軍の陣から距離があって歩くの移動が大変だったというお話は、前回させていただいたと思うんですが、まずですね、屋外展示から、見ていきたいなと思います。屋外展示は1点ですね、これです。はい、カルバリン砲、カルバリン砲じゃないです、すいません間違えました、フランキー砲ですね。フランキー砲と、まあ、劇中で使われていた大砲がそのまま出てきまして、まあ一問だけですけどね、まあいろんな角度から撮りました。ちょっといろいろと遊びを入れてぼかしたような写真も今回は撮ってはみたんですが、室内の甲冑の展示がですね、残念ながら石田三成の甲冑が、枚方パークというところに出張中でして、展示が陣羽織だけの展示になっていたのが、まあ自分の行った時期が悪いというのもあるんですけど、まあ少し残念だったと思います。はい、で、続いて島左近の甲冑ですね、仙台道かな、はい、こんな形の甲冑が置いてありました。こちらの方はそんなに広いスペースがなかったので、甲冑とあとはまあこんな感じですね、石田三成の、鎧の下に着るものですねと島左近の着ていたもの、まあ、劇中で使われたものというような展示がされていたような感じです。はい、なんか劇中だと結構暴れ回ってたんでもっとボロボロになってんのかなと思ってたんですが、意外と綺麗な、状態でした。2着作ったわけでもなさそうですし、撮影で着用されていたものというようなキャプチャーはキャプションあったので多分そうだとは思うんですが、意外に、はい、綺麗でしたというのが、西軍展、西軍の陣の展示ですね。まあ劇中で使われていた小道具が見たいというような感じで、あとですね、こういった展示の場合は大体ガラスケースがないので、近くで見ることができて、まあ現代甲冑ですが、現代甲冑として、まあ、傷つけたりですね、どんな感じでボロボロに見せるかというような使われてる感というのが、まあ、特に島左近の甲冑なんかはそうだったんですけどが出ていて面白かったです。あとはこのちょっと自分でまあ、作ってる人間としては何かしらのいい工夫がないかなと思いながら見てたところもあるにはあるんですが、面白い展示がされていたと思います。ということで、今宵のどうでしょうはこれまででございます。